はい、皆さんこんにちは、玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。今日はですね、今から話題となっております検察庁法改正法案について、内閣委員会で森大臣が出てきて、初めて質疑が行われますので、その実況中継と解説をしたいなと思います。で、見どころはですね、一つです。これまで認められてこなかった検察官の定年延長、あるいは役職の定年延長というものが今回初めてですね、法律で認められるようになって、まあ、そういう条文になっているんですけども、検察官というのはものすごい強い権限を、時の総理大臣を逮捕できるような権限を持ってますから、時の内閣や大臣の影響を、できるだけ受けないように、もちろん行政の一組織なんで任命とかは内閣がするんですけども、ただ個別の捜査に対してですね、あれはやれ、これはやれ、これはやるなとか言われると、やっぱりこの法の下の平等というか、きちんとした法執行ができませんから、独立性、中立性ということが、まあ、非常に担保されてきたわけですけども、それが役職定年、あるいはその退職年齢のこの、定年の延長ということがですね、内閣や大臣の裁量で認められてしまうと、独立性、中立性が歪められてしまう。だから仮に延長する場合でも、明確な基準、厳格な基準があって初めて認められるだろう、その基準がちゃんと作られてるのかということをですね、今日は多分一番のポイントとして聞くと思いますので、その基準があるのかないのか、そしてそれは本当に厳格な基準になっているのかどうか、まあ、あの国会論戦ですからね、その勝ちとか負けとか、まあ、ボクシングの試合みたいにはないんですが、あえて言えばね、もし森大臣からその厳格なに定年延長の基準がありません、まだできてませんって言わしたらですね、後藤さんの勝ちです。で、まあそういうことを言わないで逃げ切れたらですね、まあ、ある意味、まあ、森大臣の勝ちとは私は言いませんけど、まあ、引き分けかなと。だから、まあ、ポイントは後藤さんとしては、ね、一番引き出したい答弁は何かというと、前回武田大臣が言ったように、そういった例外的に今まで認められてこなかった検察官の定年延長の基準ですね、これを認める基準がありません、作ってませんって言わしたら後藤さんの勝ちなので、まあ、そこに注目してご覧いただければと思います。玉木チャンネル、あらゆる機会を捉えて国民の皆様のご疑念やご回答に対して、なかなかですね、あの出てこなかった森大臣がついに出てきて、今から我が党の後藤祐一議員が質問を申します。昨年10月以降63歳以降も検事長は居座らなきゃいけないような立法事実がまさに体現化された具体的な人事ケースとしては、私の承知しているところについて言えば黒川さんの件以外にありませんと武田大臣答弁されております。定年延長しなければいけない具体的な事例として、去年10月以降、去年10月以降、その具体的例は黒川さんだけですということは前回武田さんが答えていて、じゃあ森大臣も同じ考えですかということを今質問しています。これは武田大臣と同じ答弁せざるを得ないと思いますよ。はい、具体例はございませんでした。おお、ということは黒川さんだけってことですね。黒川さんの件はそうだけど、黒川さん以外にはないということでよろしいですか。森法務大臣。その通りでございます。お、ここも認めましたね。後藤祐一君。ということは、この検察庁法改正案の立法事実は黒川さんのケースしかないということを、まさに森大臣も認めたということじゃないですか。黒川さんのために法改正をしたと。火曜日の記者会見でということを、もう森大臣も認めたということではないかということを、まあ、追及しています。認められますけども、まさに関係があるじゃないですか。唯一の立法事実と認めてるじゃないですか。第3基準いきます。黒川基準であります。お手元の配布資料に第3基準、黒川検事の定年延長の閣議正義文というのがございます。これこれこういう理由で、あの黒川さんはですね、今法律改正議論されてますけども、現行法律改正する前にですね、本当はやっちゃいけないんだけど、解釈を変えて、初めて定年延長を認めたんです。だその時に閣議で決定した時の理由がいくつか書いてあって、まあ、非常に曖昧なですね。重大な複雑困難事件の捜査後半に対応するため。重大複雑な後半に対応するためって、こんなものだったら
何でもできるんじゃないかというのが小田さんの主張ですね。重大かつ複雑困難事件の捜査公安に対応するためとか、こういうどんな検事長でも当てはまってしまうような当たり前の記述ではダメなので、こういう言葉は使わないと約束していただけますか。つまり黒川基準は新基準では使わないということを約束いただけますか。まあ、黒川さんのあの基準は認めた時の基準は明らかに曖昧で、誰でも当てはまるので基準になってないということですね。人事院規則11-8第7条第3号に規定する業務の性質上、その職員の退職による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときに該当すると判断して、引き続き勤務をさせたものでございます。後藤雄一君、今言ったのは1ページ目と2ページ目と10ページ目を合計しただけです。つまり既存の定年延長のルールは人事規則 11-8 1ページ目とその下にぶら下がっているもうちょっと細かく書いた大型研究プロジェクトチームの主要な構成にさっきやりました。若干これ事例が書いてあると今の黒川、あと残り10分ぐらいですかね。ちょっとね、大体10分ぐらいになると私もそうなんですけど、この質疑の中のやっぱりこうダメですよ、こんな一般的な基準じゃ獲得目標に近づけていくってことを最後こうグッとねクロージングに向けてやっていくので、だんだん盛り上がっていくと思いますけど、まあ非常に曖昧じゃないか、こんなんでは基準になってないじゃないかってことを後藤さん言ってるわけですね。前提で申し上げておきますが、黒川検事長の人事と今回の改正法案は関係がないということを申し上げた上で、この関係がないっていうわけじゃないんだけど、まあ確かに直接はつながらない、あるいは法解釈を変えて、まあ、黒川さんをまあ例外的に認めるときの基準と、これから法律を作って法律上明確に定年延長が認められるときの基準をどうするのかっていうのは、まあ同じようだけど、まあ確かに別の話はあるんですけど、ただいずれにしてもそれは明確に示されてないってことです。その人事の新たな規則に準じて定めていくということを申し上げたものでございます。黒川検事長のこの閣議正義文書にあるこの表現、これ使わないって約束できないってことですか。使うかもしれないってことですか、森大臣。うん、その黒川さんを定年延長を認めたときに使ったその理由の言葉、それは曖昧なので使わないでくれと求めてるわけですね。お示ししているあの条文の中に入っております事項をですね、さらに具体化するものを人事院規則で新たに出すということでございますので、これについてはなるべく早く作っていただくように要請もしていきたいと思いますが、それが作られたときに私どももそれに準ずる形でしっかりと作っていきたいというふうに思っております。正面から答えてませんね。後藤雄一君、さっき冒頭の4分で定年延長のところは大体同じやつを作って人事総裁言ってるんですよ。それはこの1ページ目と2ページ目なんですよ。それは人事が作る基準というのはいろんな役所のいろんな仕事に全部当てはめなきゃいけないから抽象的なものに ならざるを得ないんですよ。それはしょうがない。でも検察は仕事の性質がすごく特化してるんだから、人事規則どう書いていようと今言ったようなもっと検察に特化しためったにこれは適用できないような説得力あるよなって基準を作るつもりはない。これはですね、残り時間を多分示したんで10分か5分かなというのを持ってきたと思います。本当に、まあ、多分残りね5分の時にちょっとしたピラピラが戻ってくるので残り5分だと思いますね。法務大臣、これねちょっともうちょっと後藤さん追い込まないといけないなって気がしますね。せっかく森さん出てきたので、ご存知であると思いますけれども、一般の国家公務員法によっては現行の規則のうち2号と3号が入っておりますが、検察庁法はそのうち3号のみにしておりますので、一般の国家公務員よりも枠をさらに狭くしてございます。そしてその枠を狭くしたものについて、まあ、人事規則が、まあ、第三者機関である人事規則が定めた準則に従ってより具体的に定めてまいりたいと思いますし、その手続きも、まあ、定年が認められる自由が一般の公務員よりはちょっと狭いんだということを今ちょっと言いましたね。ただいずれにしてもその中身はまだわからないんだけれども、自由としては一般公務員よりも狭いということを具体的なって今おっしゃったのは、皆さんお手元2ページ目に書いてある第3号というのの大型研究プロジェクトチームと各法務省局長の国会対応、各種審議会対応、外部との接触、外交交渉など行う場合、何ですかこれ。大型プロジェクトとか国会とか外交交渉する場合はまあ認め、それを理由にはするって言うんだけど、
まあ、検察官においてはもう少し具体的に定めることができるし、定めなければいけないだろうということを言ってるんですね。法の11の8の第7条3号 の、 あの要件に該当する場合が、あの規則に入っていたものが今は法律の方に挙げられておりますけれども、さらにその上で、その法律に定めたものをさらに新たな規則で、明確化していくということでございますが、人事院規則が新たに定まるのを待って、それに準ずる形でしっかりと作ってまいります。これがどういうイメージなのか説明してくださいと言ってるんですよ、まあ、今ないものをですね、ないということが問題なんだけど、ないものがどうなるんだということを言ってるので、まあ、答えようもないし、聞く方もですね、ないものを出すと言っても今はなかなか出てこないということで、時間がちょっと過ぎていってしまって、ちょっと残念な展開になってますね。ございますので、新たな人事規則ができてない段階で、説明することが大変困難なんでございますが、適切により具体的な要件を定めるべく検討を進めてまいります。まあ、これからやっていきます。でも今はないですということを言ってるだけですね。そうするとこの委員会では具体的なイメージは当面できないってことですね。多分、まあ基準がないということを強く印象付けて今日は終わるということをね、後藤さんも狙ってると思いますから、具体的な基準については、あの今回規則から法律に挙げられたものに沿って、新たなあの人事院の規則が定められるものを待って、それに準ずる形のものを作ってまいります。これから作るってことですね。まあ、この委員会で示すのか示さないのかということについては正面から答えてないわけで、質問してください。後藤さん、あの森大臣にこういうふうに答えてくれっていうのをもっと明確にちょっと、はい、人事院規則ができないと具体的なイメージが作れないということは、人事院規則なんてこの法律成立するわけでは規則そのものはできないんでしょうから、でも大体のイメージはもうあるんですよ。ですからそれをもとにこんなイメージのものを考えてるっていうものはこの法案審議上では出せないということですね。そう、今出せない。今出せないということを、まあ、答えてもらったら、やっぱり結局基準がないまま法律だけ通そうとしていると、はい、あとは白紙委任だろうということをね、あのこうしっかりとこう答弁させたいということですね。ただ出さないということは多分言わないと思うんです。これから何をしていきますということで、森大臣は答弁すると思いますね。定年退職予定者が大型研究プロジェクトチームの主要な構成員であるため、時間がそのものの退職により当該研究の完成が納得できないということになると思いますから、まあ、この辺はもうあえて水かけろみたいになっていってしまいますね。これはその職員の退職により担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるときなどと定められておりますので、検察庁法における内閣の定める自由を定めるにあたっては、このような内容も参考にしつつ、人事院規則に、新たな人事院規則に正面から答えてないですね。これからやるときはこういうことを考慮してやりますということで、まあ、この法案審議では出せないということなんだけど、出せないとは答えないんですね。まあ、これは委員長の差配が求められるところで、まあ、この時間間は時間止まってませんから、まあ、質問時間がなくなっていってるんですけど、委員長が大臣の答弁が不十分だと思ったら委員長ここで止めるんですが、あの必ずしも不十分と思ってないので、もう一回質問してくださいと言って、質問者に委員長はまあ追加の質問を求めることで今あの仕切ってるわけですね。ただ後藤さんとしては答えてくれてないから、ちゃんとした答えが出るまでは次の質問できないということで次の質問せずにいるんですけど、委員長としてはね、まあとにかくまず後藤さんもう一回質問してと。ちょっと静かにしてください。整理します。質問者の質問趣旨に法務大臣は答えたつもりでいらっしゃると思うんです。ところが後藤祐一君は答えてないとこうおっしゃる。だからどこが答えになってないのかどうなのか、もう一回だけ後藤祐一君、時間をもう経過しておりますので、もう時間切れになってきますね。人事規則ができるまではこの委員会で具体的な基準のイメージは示せないということでよろしいですか。示せない示さないとは絶対言わなくて、これからやっていきますということをもう一回多分繰り返して終わると思います。その通りですって言えばいい。
委員長、委員長が珍しいです。まあ比較的自民党の委員長さんですけども、あの予算委員長なんかに比べれば随分公平に私は差配してると思いますけどね。ただこれ多分ね、その出せないと答えないでくれと言って事務方は言ってると思います。だから同じ答弁繰り返すと思います。はい、先ほどもご説明した通りでございますが、あの人事院規則をなるべく早く作っていただけるようにご要請をした上で、しっかりその内容に準じて作ってまいりますし、またその手続きも閣議了解を取るなどの適切なプロセスを取っていきたいと思います。まあ、これ委員長がどう仕切るかですね。後藤祐一君、もう持ち時間を経過しておりますので、後藤祐一君の質問時間は終わりました。終わりました。まあそういった基準を示すべきだと。申し訳ありません。今は示せませんねという質問に対してね、でこれから定めていきますということで、森大臣は答えて、それは今はないということを言ってるんですが、出せないとは答弁してないので後藤さんとしては納得できないんだけれども、まあ委員長としてはもうこれで終わりです。次の機会までに準備をして、人事院総会ができる前に具体的なイメージを示していただくよう。そうしないと国会で法案審議する意味って何ですか。真摯な姿勢って何ですか。質問時間が終わっております。何のために総理大臣ここに来たんですか。藤野、今の答弁のどこが真摯な姿勢なんですか。後藤君、質問時間もう過ぎております。まあ、これ以上はちょっとやらない方がいいと思います、ね。次の、あの質問者の方に、共産党の方に譲った方がいいと思います、ね。審議を続けることを強く要求して終わります。まあ、結局は基準がないと、森大臣はこれから作りますと。で、後藤さんはないんだったらない、出せないということは答えてくれということだったんですが、まあ、正面から答えずに終わったということですね。はい、先ほどのですね、後藤さんと森大臣のやり取りなんですけれども、まあ、注目ポイントはですね、定年延長を認める基準があるのかないのか、厳格な基準がちゃんと明示的にあるのかってことだったんですが、森大臣答えませんでしたね。で、後藤さんはやっぱり後藤さんにとっての勝ちはですね、やっぱりそれがないと言わせることだったんですね。で、前回は武田大臣がないと言って、これはまあニュースになりましたけど、さすが森大臣ですね、一番気をつけたのはもうないんですよ今実は。明確な基準はこれから作るからないんですが、今ありませんということは最後まで絶対言わずにですね、これから作りますということで、もう何を言われてもですね、もうそこは分かった上で、ないとは言わずこれから作りますと。同じことなんですよ、今ないからこれから作るんで、同じことを言ってるんですが、今ありませんということは一言も言わずに、これから作りますということで、まあ、なんとかリングサイドでですね、ボコボコに打たれてたんですけど、まあ、なんとか耐えたという感じになってますね。ただ、これはまあ、答弁技術の問題だって、客観的事実としてはないんですよ。まあ、これはやっぱ問題です。で、明確な厳格な基準なくですね、警察官の定年延長を認めてしまうと、まさに時の内閣や大臣の裁量によって、お前は認めてやる、お前は定年長認めてやらないみたいなことがなってくると、やっぱり具体的な取り調べや捜査にそういった、まあ、政治的な思惑が入り込む余地がこれでできてしまいます。だから、まあ、今回の国会のやり取りはやり取りの攻防の一つとして、まあ、勝敗はそのある程度つくんでしょうが、客観的に見て基準がないことは明らかなので、やっぱりそれはちゃんと作ってもらわないと日本の秩序や法体系が歪んでしまうと。もう誰もですね、総理大臣や大臣を逮捕するような、そういうこう気概を持ってですね、やるような検察官が出にくくなるということが問題だと思います。今日松尾元、検事総長、これロッキード事件をですね、若い頃にも担当された方ですけれども、その OB の方がですね、やっぱおかしいと言って、今日3時か3時過ぎにですね、法務省にそういった、まあ、今回の法律はおかしいという申し入れをですね、しに行くっていうのは、これ、まあ、前代未聞だと思いますから、まあ、これまで検察組織で働いてきた、まさに検事総長経験者でさえですね、今回の法律はおかしいと言ってるわけですから、やっぱりこれはおかしいし、そういった、検察官の
定年の延長部分についてはそこは削って切り離して残りの部分をですねみんなでしっかり通していくということが大事ですから、野党が要求している、検察官の定年延長部分については削除することを引き続き強く求めていきたいと思います。はい、それでは、これからもですね、折に触れてまた国会の生中継みたいなこともやっていきたいなと思いますので、どうかチャンネル登録お願いします。